蔡理仏や剣は中華人民共和国南部で発達した中国武術の門派で南派武術の中でも関東省を中心に普及している高等南県に属する。蔡理仏の発祥は今から約170年前であるから中国剣術の中では比較的新しい拳術といえる。創始者は1805年関東省深海剣、梅号生まれの陳徹である。 陳ールが生まれ育ったのは、クヌギ川北里と、俗称される最も貧しい仮想階級に類する、人々が集まっている場所で、いつしか、陳ールは、武術で身を立てようと決心することになった。とは言うものの食うのも、やっとの生活の中で高手に、支持するだけの金銭などあろうはずもなく、親類演者の紹介で、おじの陳言語に支持し公野県と仏野県をそれこそ、 死に物狂いになって練習した。この鎮ンゴなる人物、何を隠そう実は、少林寺の構想、独爪禅寺の着伝門徒で下とした名手である。ただ、血の毛が多く誤って、同肺を殺してしまったため、その罪悪感から寄せて人同然の生活をしていたのであった。この鎮ンゴによる、鎮ールの春烈極まる修行は1823年まで続けられた。 17歳にして、前伝を習得したチン、陳徹和氏であるチン、陳縁後の紹介状を片手に、李友山のもとを訪れた。李のもとで苦行を積むこと4年、ついに、李の家県の前伝を習得したチン、陳通るは、李の老子の師兄弟にあたる、少林寺の高僧である、西福禅寺を紹介された。陳徹二21歳の時である。即刻、陳通は、ラフ山へと足を運び、 西福禅寺に指示すること8年、秘伝王義を伝授され下山を許された。西福禅寺は、別離の際にチン、陳通に対し、後世八杯山に、私の死兄弟である青草お尚という人物が、陰性している。興味があるなら一度来訪してみるもよかろうと言った。陳通は、帰郷を取りやめ、早速後世八杯山に赴くことにした。 そこで知り合ったのが、青草和尚に指示し、十年にわたって仏野犬を修行し、前伝を極めた長遠である。長遠は、陳ールを一別するなり、その非凡なる才能を見抜き、自分の死である、青草和尚に引き合わせた。また、長遠は、下山を許されたので二人は二年間にわたり侵職も、忘れるがごとく拳技に研究を重ね独自の門派を、打ち立て、 これを、サイリブ仏と称した。この後、太平天国の乱が勃発し、サイリブ仏はこの乱と深い関わりを持つようになっていく。サイリブ仏とは、サイヤノイ剣、ケン、家剣、仏ケ剣の三派合流門派であるとか、敬意を込めて三人の死から一時ずつを取って、サイリブ仏と名付けたという文献をよく見かけるが、陳ールが指示した中に、サイヤケ剣伝承者は存在せず、また、 陳ルが学んだ詩の中に仏のつくものも存在しない。陳ルの系統を、小月再利仏、長園の系統を、大鳥マサル再利仏と称し、その他に、北マサル再利仏がある。数年前、郷白園氏が、小生に対して、もしも再利仏派が日本を史上として上陸したならば、おそらく、日本中国武術家たちが、大道団結しても、 わずか数日でことごとく壊滅するだろう。もちろん我々竜眠り老院にとっても同様に脅威であることには変わりがない。まともに戦うことは自殺行為に等しいと妙に実感を込めて話してくれたことがあった。最強の武術集団と意付される竜眠り老院の古参幹部の方々も話が再利フッツ派に及ぶと皆一様に顔を曇らせた。では、 サイリフッツ派とはどんな門派なのだろうかサイリボツ百頭と言われ、これは、都種や武器、怠惰などの方が実際に百種あるという意味ではなく、それくらい、すごく多いという意味であるが実際には百種を言うに、超える。都種の方は49頭と言われているが、そのすべてを教えているところは多分なく、系統にもよるが、約10から20種ほどである。学習方法は、 全部を覚えた後に、その中からいくつかを選択するか、基本を学んだ後に、好きなものだけを選択して習得していくかのどちらかであり、これは、そこの先生の方針にもよるみたいだが、図書の方10個と武器の方10個を覚えるにしても、大変である。つまり、物覚えの悪い人には向かない。ありがとうございます。